大手化学メーカー。ユーロネクストブリュッセル及びユーロネクストパリに株式を上場している。1863年にエルネスト・ソルベートその親族がソルベイ法を用いた炭酸ナトリウムの生産を目的として創業した。1881年にはアメリカ合衆国に工場を開設し、19世紀末までに西はミシガン州から東は ウラル山脈地域まで工場を保有する多国籍企業に成長した。ソルベイはスクラリー・ラフィナリーズ・ブルガーの大株主となっていたことがあり、ブルガリア公国最大の企業になっていた。第一次世界大戦とソビエト連邦成立の影響による経営悪化を受けて1920年にアメリカ事業を一時売却、第二次世界大戦中はナチスドイツ支配下で、 資産接収に抵抗し、会社を存続させた。第二次大戦中、後に、ローマ教皇になるヨハネ・パウロ2世が、ナチスドイツからの迫害を避けるために働いていた。戦後は、加酸化物、ポリエンカビニールプラスチック加工など消費材の原料分野へと、事業範囲を拡大。1967年には、株式公開企業となり、 創業者の子孫が経営幹部を独占する体制が終了した。1974年にアメリカ再進出を果たし、オイルショック後は医薬品分野への投資を進めた。冷戦終了後はアジア地域への進出が本格化し、重合体、フッ素樹脂分野への投資が行われた。2000年代に入ると、 ソルベーの事業の再構築が行われ、2009年9月、アボットラボラトリーズに製薬部門を売却し、その資金を活用する形で2011年4月、フランスの特殊化学品メーカーであるローディアの買収を発表し、特殊化学分野及びアジア地域におけるビジネスが強化された。創業者の子孫が1983年に設立した持ち株会社サルバッツが、 ソルベイの株式の約3割を保有している。ソルベイ、日本法人のルーツは、フランスの科学、製薬企業ローヌプーランの1967年に設立された日本法人であるが、1997年に科学部門がローディアとして分離したのに伴い、ローディアジャパンとなり、その後、ソルベイのローディア買収を受け、2014年1月に、 ソルベージャパン株式会社に社名変更を行い、現在に至っている。この他特殊科学分野の日本ソルベー株式会社及び高機能性、プラスチック分野に特化したソルベースペシャルティポリマーズジャパン株式会社がある。本社はいずれも東京にある。日本企業との合弁として以下の2社がある。ありがとうございます。